待っていたぞ。ビジョンクエストがいかなるものなのか、すでに二度目の体験となるお前は悟っていることだ。魂を言い表せる言葉はない。すべてはお前自身の魂を持って受け止めるしかないのだ。再びお前に体験してもらうのはユダと名乗っていた男の魂。彼はダーク様、ある意味では今のお前と対極に位置する人間だったやもしれぬ。だが彼はその断末魔に災いの根源を垣間見ている。さあ心の目を開くのだ。魂の伝達は同時にお前自身に対する問いかけでもある。お前の全身全霊をもってその答えを見出すんだ。久しぶりだな、ユダ。また君の力が必要になった。モデル都市開発、着工前のゴミ掃除が終われば、次は建設中の空港に悪魔が出たとか。西殿はよほど魔の者に見入られているようですね。からかってもらっては困る。決して楽観できぬ状況なのだ。マニトゥーネットの影響だろう。空港のメインシステムに侵入されてしまった。計画が順調な証拠だが、放っておくわけにもいかん。その悪魔を私に倒せた。メインシステムということは管制室。そのはずだ。引き受けてくれるか。失礼。フィネガンか。ウラベはどうした。捜索メンバーの遺体を発見しました。奴の返り討ちにあったようです。決意は固いか。所詮奴も人としての感情は捨てきれんようだな。ネット周辺に発生したトラブル処理は一段落しました。次は私が追いましょう。そうしてくれ。やれやれ、厄介な奴を敵に回したものだ。心中お察しします。せめて管制室に現れた悪魔はこの私が始末してみせましょう。我がサックスの調べのままに。ここだな。潜んでいるのか。悪魔よ、姿を見せよ。我が名はユダ。神の玉座にはべる恐れを知らぬ獅子の名を継ぎし者なり。義によって汝に戦い挑まん。汝は何を語るものか。マニト。
マニトゥーネットのことか。体を作り切れていないのか。まだ発生して間もないようにも見えるが、まあ許せ、これも仕事だ。覚悟するんだな。思ったより手こずったな。まだ体ができてなくてこれなのだから恐れいる。しかし妙だな、今の悪魔はまだ発生したばかりの不完全体だった。そのようなものがなぜ。それにしきりに呼んでいたあの名、マニトゥーか。ここにいる。まさかコンピュータの中か。しまった、爆破させるつもりか。バカ、ここで終わるというのか、この私の一生は。では私は一体何なんだ。信じ続けてきた私の生き方は何を導き出したというのだ。まだ私は